昨日のブレントフォード戦スパーズ見てないっすね。スパーズパズルハマってないの。でもなんかあれでしょ、コンテが契約延長あれしてるとか。結構監督のモチベーションも出ますからね。ケイン、ソン、フミ、クルゼフスキーで、ウィングバック、ドハティ、ペイシー。え、めっちゃ良さそうじゃん。これでダメだったんだ。これでブレントフォード引き分けだったんだ。タンガンガンのところでやらかしたのかな。全然良さそうだけど、ブレントフォードが頑張ったんだ。まあ、トニーとか、だから、あれだよね。カウンター決まったでしょ、これ多分。セットプレイかな。いや、相変わらずあれですね。ブレントフォードのカウンターは鋭いというか、綺麗ですね。カウンターとそうコーナーからセットプレイで決めて。ああ、でもそうだよね。だから、ブレントフォードが5バックだから、そうなんよ。スパーズってね、5バック相手にさ、青スパーズだとするとさ、この4バック相手だと、ちょうどさ、こう、ズレ作れるんだけど、こう、ここで。これが5バックになると、あ、ごめん、こうか。4バックだとこうズレ作れるけど、5バックになるとさ、こうなるじゃん、相手が。まあ、ブレントフォードの場合はさ、こういう感じだけどさ。こうなると、このね、一人一人のところの噛み合わせそのまま戦うでしょ。で、ケインとかさ、ケインが降りてったら、その、じゃここの選手どうするとか言うので、起点できて、奥行き作ってみたいなところとか、こっち来てとか、そういう、あえて、左右均等とか全体的にバランス悪くすることによって、ハイバックって崩せたりとかするんだけど、それやんないから、だから停滞したのかなと思いましたけどね。今見てて。結局、ね、押し込んだとこは外側のクロスでね、あのスペイン戦みたいな得点の仕方してますけどね、日本。ああ、で、えぐってマイナスとかね。そう、だから、5バック崩す用の形っていうの、自分たちがその形で得てる効果っていうのを、相手を崩すのには使えてないって感じがしますね。70分までこの形出なかったでしょ、多分。これ連発してたらあれだけど。で、後ろの選手たちもね、特にタンガンガンのところとか、ビルドアップ止まりそうだしね。そう、だからそのカウンターのシーンもそうだし、多分5バック相手に攻めあぐねて、それでカウンター決められてるじゃん。その攻めあぐれないボールの動かし方とか配置みたいなところまでいけてなかったんじゃないかなと思いましたけどね。まあね、全部見た人いたら答え合わせお願いします。What am I supposed to do?